トビーのことは私たちで探しておくわ。気をつけてね。今日は楽しい祝日の日なのに、トビーはどこに行ったんでしょうね。本当だよね。今日は久しぶりにみんなお休みの日なのに、トップハムに教えに行ってこよう。はいはい、皆さん遠くからよく集まってきてくださいました。これから新幹線のショーを始めますよ。おーい、トップハムハット教って なんかやってんの？静かにパーシー。皆さん、あれが E6K の小町ですよ。日本からやってきたんですよ。なんとか1000万円の大金をはたいて借りてきたんだ。どうですか皆さん、とても早いでしょう。そして今日はこの日のためにもう一台新幹線が来てくれてます。 E5K のはやぶさくんです。さあドッキングして行っちゃいましょう。トップハムノリノリだけど大丈夫かな。うわ、斜めってるぞ。大丈夫か。いや、やばい、傷つけたらお金取られる。ふう、なんとか大丈夫だったみたいだな。ああ、また止まった。なんか調子悪そうだし、やめた方がいいんじゃないでしょうか。いやいや、せっかく借りてきたんだ、最後までやりきる。皆さんよく見ててください。小町とハヤブサが目の前を渡り、お、落ちるな落ちるな、危ない。小町、ハヤブサ、大丈夫か？いや、お客さんも心配しろし、まったく言わんこっちゃない。いや、壊れてなくてよかったよかった。もう走らせるのはやめて、トップハムハット業に質問コーナーやってみます。それでは質問です。ハヤブサと小町の E5K、E6K の E ってどういう意味なんですか？はい、いい質問ですね。はい、駅長さん、どうですか？答えてください。なんで私なんですか？知りませんよ。こら、駅長のくせに E の意味も知らんのか。早く教えろ。あなたが答えればいいでしょ。うるさ。ちょっと待ってね。どうしよう。むそうだ。あ、この E は、いい感じの花の長さのフォルムだね。いい感じで北海道まで4時間だね。いい感じで東北まで行ける新幹線がやっとできたんだねの E だ。そうなんですね。ありがとうございました。それでは僕からも質問です。どうしてハヤブサは緑色、小町は赤色なんですか？教えてください。はい、いい質問でした。駅長、そろそろ答えろよ。お言葉を返すようですが、私は蒸気機関車のことは詳しいですが、電車とか新幹線は知りませんよ。何か東北とか北海道で有名なものとかじゃないのか？これは北海道は牛乳、バター、チーズとかも有名ですし、東北の方はそうですね、お米なんか有名ですよね。それじゃあ駅長、お米にチーズ、チーズにお米、わかったぞ。はい、それじゃあお答えしよう。北海道はな、乳製品、チーズなども有名だから、あのブルーチーズの腐ったあの緑色っぽい色のボディをしてるんだな。それと東北はお米が有名じゃから、秋田小町をバクバク食べた生ハゲの顔がきっと真っ赤っかだから赤くしたんじゃろうな。そうなんですか、知らなかったです。どうもありがとうございました。なんかまた適当なこと教えてんじゃないの、トップハム。最後に僕から質問です。電車というのはどのようにして動いてるんですか？いやいや、青帽子、そろそろ答えろ。なんだよ黒帽子、電車ってぐらいだから電気を使って動くんじゃねえのかよ。静かに聞こえたらどうするんだ。ハット教全然知らないんですもん。むむむ、電車、電気、電池で動く車、すなわち電車だ。なるほど。皆さんお待たせしました。はい、電車や新幹線というのは電池で動くんです。こちらも単一の電池を山ほど積んでいて電池で動いてるんですよ。いや、嘘つけ。さすがにわかるわ。金返せ、嘘つき。なんじゃこの音は。うわぁ、地震、なんか地響き、なにこれ。おい、みんな大丈夫か？ガタ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 。ビブー、大丈夫？うわ、機関庫が。みんな大丈夫？
一体どういうことだ、ヒロを説明しなさい。信じられませんが、恐竜のようなとてつもない大きい化け物が今ここを横切っていきました。恐竜、あっちへ行ったら都道レスキューセンターの方だ。パーシーよ、急いでレスキューセンターへ向かうぞ。行きたくないけどしょうがないや。バイバイよ。はい、ということでどうだったでしょうか。今回147話目は、ご視聴者様のね、臨機感謝さんからいただいたリクエストストーリーを作ってみましたが、かなり面白かったんじゃないでしょうか。僕個人的にもですね、ちょっと作りながら、はい、笑ってしまうぐらいちょっとね、コメディータッチの、もともと僕は結構そういうお笑い系の好きなのでですね、トップハムとあの駅長さんのね、掛け合いが結構面白くできてたんじゃないでしょうか。個人的にはもうパーシーストーリー史上ね、ベスト5に入るぐらいちょっと面白い感じのストーリーになったと思いましたが、はい。そしてですね、最後の方でついにあれが出てきましたね。例のあれ、なんとか、はい、手に入れたので、次回お楽しみにという感じで、148話目はですね、ちょっと予定を変更して、もしかしたら、はい、作らせていただくかもわかりませんが、次のストーリーもお楽しみにしていてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。あとですね、まあ、8月いっぱいはね、夏休みということなので、これから今ね、あっちこっちトンネルセットと、あとデラックスツインリフトコースター、こちらの紹介しましたが、まだまだおもちゃの紹介ありますし、まあ、狙っカブプラもね、折を見てやってみたいと思っています。はい、ということで次回もお楽しみに。本日もご視聴いただきありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよ。